はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしますか、翔さん。どうしましょうか。うん、まあ俺にとって、うん、今まで多分経験してない波ですかね。うん、まあ様子を見てちょっと頑張ります。気分が乗ったらトライしてみてください。 OK です。じゃあ向こうのカップルに話を聞いてみます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。仲良く入っていくんですね。あら、なんか無言なんですけど、お二人どうしたんですか。緊張してるんですか。たかがこんな波で。全然してないっすよ。もういつものあのグリグリのやつよりか全然平和ですよ。これは平和ですよね。平和ですよ、うん、ただ人が入ってないと隼人君はちょっとビビる傾向がありますよね。はい。なのでスペシャルゲストを呼んでます。はい、誰ですかね。指標にならない。もう一緒にグリグリ巻かれましょうという話で連絡させてもらいました。あ、本当ですか。来るか来ないかは分かりませんけど。はい、なので、はい、やっていきましょう。やりましょう。はい、お願いします。お願いします。一人ウルトラマンがいました。頑張れ。もう一回頑張れ。はい、こんにちは、ランマンです。今日はここです。見てください、吹いてます。スピッツがもう吹いちょっちゃが。さあ、この二人固まってます。どうしようどうしよう、固まってます。海ばかり見てます。そして見てください、うほほほほ、いい波じゃねー、ちょっと早く入ってくんなーみたいな、そんな感じでずーっと願ってたらやっと動き出しました。どうしようか、やめとくか、戻るなら今のうちだ。うん、そんな感じでダイブしていきます。頑張ってください。ほーら入ったよー、来たー、くわー、惚れちゃう、もうちょっとまっ腰入っちゃう。そしてね、この人たちはね、入った ところからかなり僕の真下まで流されてきましたね。何ショットね、あんたたちは、早いお気に出らんやーみたいな感じで、もう一生懸命ドルフィンしております。かー、見て、もうパーフェクトじゃねー、これ。おお、うわー、もう久しぶりに見ましたね、いい波っすね。さあ、カメラがパン、誰が行く。ハヤトがパドリングからのテイクオフ。それは違う、それ違う、ちっちゃいの、それもう、お、詳細いった。お、これいっちゃねー、うわーと、ちょっと前が早いか。うわ、もうね、今日のね、波はね、ダンパーかチューブか、もうそんな感じですね。もう選ぶ波を間違えたら、もうこれはもうとんでもないことになるんですよ。大変なんですよ、お気に入ってられんごなっとですよ。うわー、もう最高っすね。しかし、さあ、ハヤトが言った、うおほほほほ、お前底なしかみたいな。さあ、もう一回リプレイで、うほほほほ、ダメちょっとか、お前。さあ、彼女がね、激を飛ばしております。ダメちょっとかみたいな、ダメちょっとよみたいな、ふざけちょらんとよ、一生懸命やってよ、でもダメやってよみたいな、そんな感じです。ほら見てください、もうこれ吹いちょっちゃけど、ほらね、もうドンピシャでもう目の前に来てくれるとね、もうやばいっすね。わっ、もう吹いてますね。ほら、これ向かった、ほっほっほっほ、ちょっと早いか。いやいやいや、いけますよ。さあ、そしてこの方が登場しました。2人が入っちゃれば俺もいけるやろみたいな、そんな感じで入ってきますね。板がね、パイゼルの板だったんで、純くんのお客さんなのかな。さあ、向かいます。頑張ってくださいよ、いいところを見せてくださいよ。ちょっとね、お名前が分かんなかったんで、このままスルーさせていただきました。さあ、そして入ってきますね。まあまあいい感じですよ。しかしね、突然ね、ドデカセットが入ってくるんですよ。
なのでもう沖に出られんとですよ。ハマったらもういたうせうせみたいな、潜れ潜れ潜れみたいな。さあ詳細いった。しかしちょっとこれは波が、選んだ波が悪かったみたいな。うわーリップが落ちてくる。ほらもうちょっと生えどこら大丈夫ね、あんたたちは。ほらまだまだどん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 キャッチン、ほらほらね、いいやつはいいんですよ。ちょっとでも穴がないのかな、肩落ちしてるやつは。さあそんげこんげしょったら早田がいった。おいいどこら、チューブイン。しかし早かった。さあもう一回リプレイで見てみましょう。さあここからですね、どっさり入っていきます。ほら完璧やじゃんと。しかし出口がない。舐めちょっとかお前、舐めちょっとかーみたいな、舐めちょらんとよ、無理やとよみたいな、そんな感じですね。やりますね、最高ですね。さあ次は誰が行く、カモン来るんだよ、行くんだよ。あ誰って前言うの、やるんだよ。ハヤトですね、揉まれてますね。大丈夫かお前、もう潜っちゃった、やっと出てこいみたいな。お今誰か行こうとしたけども、多分ショウさんですね。無理かーい、姿はないみたいな。ちょっとね、おいったショウさん、カモン、おいったぞ。うおほほ、さあショウさんトライしてます。ちょっとね入る前は不安そうな顔して、いや俺無理かもな今日、いや今日ちょっと俺のレベルじゃねっちゃねこれみたいな、そんな感じだったっすもんね。おっとショーンさん、岸に向かってパドリングが始まりました。もうご勘弁ください、もう上がりますわみたいな、そんな感じでもうね上がってきましたね。はいショーンさんお疲れ様でした。そのインサイドブレーキ気をつけないよ、危ねえよそこは。さあそしてハヤト飛び込むのかみたいな。さあ第2弾ですね、ドーン。ダメちょっとかお前。さあもうしつこくいきます、ドーン。大丈夫ですかねハヤト、頑張れよ、お前ならいける。いつものポイントでやっているようにやっていけばメイクできます。さあ潜ってます。さあ急いで板を回収して、早く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 、危ねえよーみたいな、急げよーみたいな、分かってます、もう苦しいんですよみたいな。おっとローカルの方ですかね、やってきましたね。さあそして2本目、うおーあんた足払いからの持っていかれる海底にみたいな、生きてますかー、おいしょった大丈夫ですか、元気ですかみたいな、そんな感じでドルフィンかましてますね。わあそしてハヤトがいった、カモン。おっとちょっと出口が塞がったのか、惜しかったね今のは、今んと惜しかったぞ。そうそうそんな感じ、ビビらずに突っ込もう、カモンお前ならできる、ハヤト信じてるぞみたいな。うおほほほほ、見てくださいよほら、ドスンドスン吹き音ですよ。そして沖に入っちゃう人たちはね、ちょっとずつね画面から左側にちょっとゆっくりずつ流されていくから、そのポジションキープがちょっとできないのかな。でもほら見てください、うはははは、もうすごいですねこれ、これ方がやばいですね。ちょっとね波の、うわーこの人大丈夫、うわー足がもう打撲やったですね今の、確かもう足がもう打撲しましたよ。リップがドーンっつって、うー足が痛い、しかしドルフィンみたいな。さあそんな感じで乗っていきますね、おほほほ、これ小さい方ですね波が。さあそしてほらあんた急がんと、ほらもう次から次へとやってくってよ、うわードルフィンっていうか、もう一旦捨ててましたね、無理みたいな、そんな感じで。さあ沖の方見てください、どん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 やってきてるんですよ。さあ板を急いで回収するが、もう回収できない、潜る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 、そんな感じですね。おわら波を選べばねいい感じで吹いてるんですよ。わあこれもいっちゃね、おらやっべえね、ボッフェよわって感じですね。もうこれはもうバックドアじゃねえみたいな、すげえねこれ本当に。ちょっとね満潮時っていうか潮が動き出しましたね、
ちょっと潮が上げてきましたね。そんな中、おーっと隼人が突っ込むが、ちょっと途中でもうリタイアしましたね。脱出しましたね。グラブレールをしようと思ったんですけどね、ちょっと中で脱出しましたね。さあ、そして隼人潜っております。板を回収する暇もなく、もう波が落ち着くのを待って、もう潜る潜る、そんな感じでしょうか。さあ、板を回収してゲティングアウト。これも食らうっちゃね。大丈夫か、無理みたいな、ほら大丈夫ですかね。もう見てる方はね、 楽なんですけどね。頑張れ、ファイトファイトファイト、そんな軽い感じで応援しております。ファイトがどうですか、もう無理かな、上がろうかな、もう一本かな、いや、ここで上がったら何番にバカンされるもんね、俺は頑張るぞみたいな感じで一生懸命パドルしております。ドルフィンドルフィンドルフィンみたいな、そんな感じですね。さあ、ハヤト、お前一本決めて上がってこいよ。お前もうこれはもうマストやかいね、もう絶対やかいね、頼むぞ、お前しかおらんとやがみたいな、分かってますよ、俺一本決めて上がってきますんで、スローよろしくみたいな、分かっちゅうか、ハヤト頑張れ、お前ならできるっちゃが、分かってますよ、頑張ってるんですけどね、沖に進まないんです、そんな感じですね。さあ、波はね、徐々にサイズダウンしてきたんですよね。しかしね、まあそれなりにまだまだでかいですね。さあ、頑張って見せてちょんまげ、おお、これいっちゃない、おお、なんも早といけんかったか、無理か、ちょっとショルダーが、うわー、ちょっとダンパー気味やったね、惜しいね、うわー、もうどれいくかがもう博打やね、もう外れたらもうアウトやもんね、やり直しみたいな、もうひどい時には板が折れるみたいな、そんな感じの、もう生きるか死ぬか、そんな感じですね。おっと、ケンシロウが登場です。さあ、ケンシロウ、おーっと、ハヤト、お前大丈夫か、もう一回リプレイ、うわっはっはっは。さあ、もう一度見てみましょう、スローです。うおお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 、あ、本当ですか。これはもうワイプアウト特集でいいですか。あの、あれですね、あの藤井隼人のワイプアウト祭り、はい、いいですか、それで、はい、もうサムネはあの一番振ったやつで、いや、もう最後のあの振ったやつはもう最高でしたねいやー、来ちゃった、これでもう視聴率はもうバッチリですありがとうございます、足すりむきましたまあでも、真面目な話、勇気ある戦いやったです。いや、抜けなかったっすね。でも、次両春とかリアルとかが入っていくんで、多分バチバチに決めるんじゃないですか。いや、もう僕はもう帰ります。あ、なんか風入ってきたっすね、なんか、うん、なので波も良くないんで、またまた明日会いましょう。さようなら、さようなら、ダメちょっとかお前。さあ、帰ろうかなと思ったらスペシャルゲストがやってきたんですよ。そのスペシャルゲストは後ほどやってきますけども、さあ見てください、こう掘れ方見て、そこからぼっくり掘れてくっちゃが、ほほほほ、やべえね、本当にもうしくったらもう板がもうポキーンとおるんね。さあ、そのスペシャルゲスト、チューブイン、そしてプルアウト、そうなんですよ、三木のぞみくんがやってきたんですよ。そしてケンシロウ、やっと行った。ケンシロウはね、実はね、一本ね、乗りかけてプルアウトしたらそのまま持っていかれて、でもセットが入って一回上がって、あんた一本も乗っちゃらんわみたいな感じでみんなから言われて、もう一回入っていったんですよ。そしたら乗れ出したんですよ。いやー、やっぱ集団投稿するといいですね。さあ、そして伊藤くんが急に入ってきたんでカメラが間に合わせんでした。決まってたんでちょっとスローで間に合わなかったんですけど、
入れ込みました。そして伊藤君また伊藤君、やっぱお前はすげえわよっていう、そんな感じで。ほら見てください、開け込み方がもうやばいんですよ、外人ですよ。まあもう絶対 CS ですね、もう決まりですね。さあ頑張ってポイント貯めていきましょう。さあそして伊藤君がフロント、まずはトップターン、ナイスからの、おっとやべえと思ってもう回避しましたね。さあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。今日のポイントはね、もうやばかったですね。ほら見てください、そこに当て込んでいくというこの人は。また見てね、バイバイ。すげえわあんた伊藤リアル。